モルカー、モルモットと途上用車を組み合わせたような姿をしている。形態は、一様に丸っこいシルエットで、体高は人間の成人の平均身長と同じくらい、体色は様々であり、一般的なモルモットのような色をしているものもあれば、紫などのモルモットからはかけ離れた色をしたものもいる。警察、救急用のものは専用の装飾を施されており、頭の上に回転灯を有している。目は基本的に黒色で、白目や瞳孔は確認されないが緊急車両モルカーをはじめとしたごく一部の個体の目は赤色である。車でいうサイドミラーに当たる部位には丸っこい耳介があり、感情表現にも使われる。足はタイヤのような形をしているが回転はせず、四足歩行で移動する。かなり好き勝手に動き回れるものの、渋滞にはめっぽう弱い。体内に人間が乗り込めるスペースがある。内部に座席、ハンドル、シートベルトなどは備えているが、中央に運転席そしてその両隣に助手席という一般的な乗用車のそれとはかけ離れた座席配列をしている。また、アクセルブレーキやクラッチレバーなどの自動車の運転に必要な部分は見当たらず、人間がどうやってモルカーを運転しているのかは不明。体の前後左右に窓がついており座席からの視界は一般的な乗用車程度には確保できる。ドアに当たる部位は存在しないらしく搭乗員は側面から滑るように出入りする。モルカー自身は目をつぶることで車内の様子を確認できる模様。性格は、基本的に温和で善良。別の個体と力を合わせる様子もあり、一定の社会性を持ち合わせている様子。苦しんでいる生物を見ると心配したり涙を流したりするなど、実際のモルモット以上に感情表現が豊富で、何かに驚いたりすると運転者でさえ置き去りにされることもある。食性は野菜を餌にしている、留守番前に運転手にレタスを与えられて喜ぶ様子を見せたり、強盗を追跡中のパトモルカーが追跡を放り出して人参を追いかけたりした様子から、基本的に食べることは好きなようである。荷台に積載されたものを一定の大きさの塊として後客の間から排出するという排泄とも取れる描写がある。ポテト。本作の実質的な主人公、可愛い顔をしているが、そのうちには熱いハートを秘めており、第1話では病院に向かう途中で渋滞に巻き込まれた救急モルカーの危機を救うために率先して行動を起こした。のんびり屋だけど運転手の操縦を時々無視する側面も、助けを求める者がいたら、どんな状況であっても行動を起こす勇敢さを持ち合わせる、人参が好き。白も、白い毛並みのモルカーで、何かとトラブルに巻き込まれやすい体質をしている。第2話では銀行強盗に脅され逃走に協力させられるという散々な目に遭うが彼らが盗んだ札束を排泄し、アジトヘの道しるべにしたことで警察から勲章を授与された。運転手との関係は良好で、駐車中にはレタスをもらったり、夏の暑い日には屋根のある場所に駐車するなどして可愛がられている。基本的に臆病なモルカーの中でも特に臆病な性格を持つ。心優しい運転手に甘えたりもするが、いろいろなトラブルに巻き込まれがち、テディを姉子のように慕う、レタスが好き。アビー、真面目で好奇心旺盛、初心者マークをつけているが、いつか卒業できる日を夢見ている、他のモルカーに比べてプライドが高い、猫が苦手。強盗団を乗せた白元パトモルカーのカーチェイスに遭遇した際には驚いて飛びのいている。第3話では自分の中に猫が乗り込んでいると知ってパニックを起こしたものの、炎天下で上昇する車内温度から猫を救うべく、行動する。チョコ、爽やかでおしとやか、かと思いきや力強くて身体能力に特化した一面も、綺麗好きでおしゃれにも気を使っている、いつかナンバーワンの高級モルカーになることが夢。テディ、とにかく何でもよく食べ、よく動く、おてんばでおじけ知らず、とんでもない行動をするトラブルメーカーで、周りからは恐れられている。第4話では飼い主が捨てたゴミを次々に食べていき、ついには不法投棄されていたゴミにも食らいつくが、そのせいでお腹を壊してしまい、慌てて最寄りのモルカー用のトイレに駆け込み、飼い主ともども食べたものを排泄した。